バスケットオークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第374回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と茂吉です。どうもこんにちは。こんにちは。茂吉さん、今日は、はい、リスナーさんと一緒にまだ正直ちょっとよくわからない 3×3 の勉強するつもりで、あの 3×3 です。 3×3 ですね。はい、教えてもらうつもりで収録させていただきたいと思うんですけれども、はい、今日はゲストの方をお招きしてトーク展開していくということになってますね。はい、そうです。ご紹介の方よろしくお願いします。はい、3×3 の、はい、ビーフマンエグゼ、はい、ビーフマンドットエグゼですね、所属の、はい、野呂達人選手、うん、今目の前にいらっしゃいます。よろしくお願いします、野呂さん。あ、よろしくお願いします。いや、もう本当外でね、ええ、あのプレーされることが多いんで、非常にこう日焼けされてて、すごいたくましいですよ。そうですか。うん、あの一個気になったんですけど、はいはい、374回すごいですね。374回目、まあ5年ぐらい経ってるかな、4年ぐらいかな。すごいかけてるんですけどね。300って言ったから、えっ、ありがとうございます。これ私も参加したのは途中からなんで、結構昔のやつも面白いのがあったりするんですけどね。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。で、野呂さんといえばですね、もう 3×3 のもう顔という、そうですね、野呂選手か落合選手かみたいなね、まあ世の中でもそういう流れになってる部分があると思うんですけど、まあその中のね、お一人に出ていただけるっていうのはもう非常にこちらとしても光栄ですね。いや、光栄です、本当に、嬉しい。うん、まあ簡単にプロフィールを、これ身長は188センチですか。はい、188、で体重がこれ古い情報だと91キロってなってますけど、まあ、今91、92になりました、もう一回戻って。はい、体大きくされてるところなんですよね。そうですね。かなりですよね、野呂さん。私ね、はい、190センチなんですよ。え、私より大きいですね。そうなんですよ。ただ、ね、体重がやっぱりよくわかるんですよね。はい、同じぐらいの身長なので、はい、いや、よっぽどやっぱりがっちりされてますね。はい、がっちりやるようにトレーニングしてますね。ずっとワークアウトされて。はい、素晴らしい。はい、うん、モンキさん続けてください。はい、まあそのフィジカルコンタクトの強さと、あとはその瞬間的なスピードっていうのもね、まあ魅力だと思うんですけど、はい、うん、まあ、まずね、ちょっとこれまでの経緯とかいろいろ追っていけたらなと思ってるんですけど、はい、うん、ミニバスから、あ、ミニバスから、はい、小学校3年生からですよね。体験、はい、3年生、本当に始めたのはもう4年生ですね。ああ、ご兄弟の方とかの影響とかですか。あ、兄弟いないんで一人っ子なんで、はいはい、まあ、父もやってたんで、ちっちゃい頃から、はい、まあ、バスケットボールは、まあ、生活の一部っていう分にはありましたね。あ、じゃあお父様がバスケやってるのを見られたりしたこともあって。そうですね、まあ本気とかじゃないんですけど、うんうん、実業団とか、まあ、草バスケみたいなのが社会人で集まってやってるとこに、うん、ちっちゃい頃から僕が一緒についてってたみたいですね。ああ、それ普通あるのはお兄ちゃんがそうだったってパターン多いですけど、うんうん、お父さんがそうだったっていう感じだったんですね。そうですね。でも、うん、まあ、未だにネタにするんですけど、ボール3つ渡されて、うん、ちっちゃいのと、うん、中ぐらいのと、うん、大きいの、うん、まあ、要は野球、サッカー、バスケですね。はい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 。でちょうど僕がちっちゃい頃 J リーグができ始めたぐらいで、うん、まあ、父が J、はい、まあ、J リーガーっていうんですか、うん、今、うんうん、サッカー選手にさせたかったんですけど、うん、なぜかお前は大きいボールを選んだっていう。へー、まあ、実は昨日ですね、はい、僕がスクールやってる時に、はい、こっちでいきなり父が登場して北海道からですよ。サプライズで来る距離じゃないですよね。まあそんなこんなで食事しながら、またそういう話を盛り上がりながら、今思い出したんで、どういういきさつでバスケをしたのか、はい、まあそんな感じですね。あ、それはある日いきなりちょっとお前来いって言われて、ボール3つ置かれてどれ取るみたいな感じだったんですか。そうですね、まあ、その記憶しかないんで、まあ、3つ渡されたのは覚えてます。へ、
でそれが小3の時。いやもっとちっちゃい、もっとちっちゃい時。すごい。まあでもとりあえず一応全部は遊びましたけど、野球やろうとか、みんなまあ人口少なかったんで、あ、はい、まあ小学校のみんなとか、うんうん、はい、お兄ちゃんたちと一緒にサッカーやったり野球やったり、うん、バスケそんなのぶっちゃけしてなかったです。野球、ね、野球ばっかりやってました。あ、そうそう、言い忘れましたが、出身はその北海道の滝川市。はい。札幌市の隣とかその辺でしたっけ？旭川の隣。旭川のほぼ隣みたいな感じですね。うんうんうん。松尾ジンギスカンで有名な町です。なるほど。はい、ちなみにミニバスはそれで強いチームだったんですか？そうですね。うん。うん、あの市で一番強くて。ああ。うん。まあ全道大会も出て、まあ大きかったんで。ああ、そうなんですね、はい。じゃあその流れもあって、その滝川広陵中っていうんですか。はい。そっちで時も全中に出られてるっていう。はい。そのミニバスの選手が、ね、もう人もいないんで、そのごっそり上がるじゃないですか。ああ、なるほど。流れなんですね。そうそうです。はいはい。でそれでまあ体も大きくなって、うんうん、まあ、ちょっとね。みんな上手かったん で、はい、でいいコーチも来て、うん、で、はい、3年生の時に全中出ました、うん、北海道全中だったんですけど、はい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 、開催中枠とかじゃなくて、うんうん、ちゃんと勝ち上がって素晴らしい。へえ、北海道はどうなんですか、はい、全中は3位までとか2位までとか。はい、開催中枠が1で、ええ、であと決勝の2チームが出れるんですけど。あ、なるほど。はい、で札幌1位がもともと枠を持ってて、ええ、でも結局札幌1位も決勝に上がってきたんで、はいはい、おお、なんか負けたチームが出てたんですけど、あ、3位のチーム、だから、ね、田舎のチーム負けてくれって言われてたんですけど、うん、まあ負けないですよね。なんだよと思って、で、まあ、準決勝で札幌のチームを1点差で破って、うん、うん、なるほど、素晴らしい。そういえばこれ小6の段階で177センチあったって、だなんかにインタビューで答えてらっしゃいましたけど、はいはい、中3の段階でどのぐらいあったんですか？中3でも183ぐらい。なるほど。じゃあ早く伸びた感じなんですかね。早く伸びたし、はい、あと180センチぐらいが2枚いました。強いな、それ。それはすごいな。地元の高校よりちょっと強かった。そのと当時のポジションはどこだったんですか？一応全部やってました。あ、そうなんですか。はい、シュートも上手だったんで、今未だに連絡取っている恩師がいるんですけれども、はい、その先生がセンターだけじゃダメだって、うん、まあ、JBL を目指したんで、当時 JBL ですよね。当時 JBL です。はい、はい、だから全部オールラウンドにできる選手に育てたいということで、うん、はい、一応3番ポジションどっちもできる、はい、なるほど、いい教育受けてはるんだ。ですよね。うん、まあ、未だにその先生と連絡取ってて、へー、まあ、ずっと試合のね、あれ見てるんで、シュート入んない時とか、うん、なんか肘の角度か手首とか全然違うんじゃないとか、はーいっていうの、まあ、ありがたいですよね。未だにね、子供の時は気にかけてくれて、うんうんうん、はい、ありがたい、はい、感謝しますね。なるほど、うん、で東海大4はやっぱ声かけてもらってみたいな感じなんですか？そうですね、普通だったら通わない距離、通えない距離、ないですよね、特急とかで2時間とか使っちゃう、はい、まあまあそうですね、あ、それもあるんで、うん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 、まあ、ちょうど父が、うん、飲食やってるんで、うんうんうん、ちょうど札幌に店出すっていうことで、うんうん、まあ、一緒に札幌に出てきたって感じですね。なるほど。1年先に父が出て、はい、中学校2年生の時に札幌に。へえ、それ見越してじゃなくてたまたま、まあ分かんないです、まあ偶然かどうか分かんないですけど、まあ、札幌行くって言って、へえ、中2の時に、まあ、僕おじいちゃんおばあちゃんに家で育ったんで、うん、じゃあ後から行くわみたいな。なるほど。まあこれもなんかの技術でお父さんバーテンダーって書いてあるんですね。そっか、なるほど。
で東海大4の時にダンダ18の北海道エンデバー、はい、1年生と2年生の時に、うんうんうん、これ当時他に有名な選手とは誰と一緒だったんですか、田島、まあ、あ 朝日だったの、まあ、彼と小学校の時から対戦してる、あ、まあ、大学の同級生だったんですけど、当時で言うと僕らのスーパースター港谷選手、港谷アレクシス、うん、なるほど、スーパースターでしたね、うーん、その代、その代です、なるほど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 、このぐらいかな、じゃあ全中で津軽中とかと、そうですね、なるほど、出てましたね、うん、そうですか、その代です、うん、熱い世代ですよね、それは非常に、うんうんうん、どこそこ、あと、そうですね、流星とか、ああ、砂山選手とか、今話題のね、はい、うん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 、なるほど、その代です、じゃあもう本当に全国勝つのもね、本当に容易じゃないっていう、うん、そういう中でやってこられて、うん、で、ウィンターカップでもベスト16ですか、2年生の時ですね、2年生の時、はい、うんうん、1校でも強かったんで、はい、うん、まあ、インターハイに2年生の時に千葉インターハイ出た時に、はい、まあ、実は土浦日大、はい、当時落合選手がいたチームに、なるほど負けたっていうまさか今でもライバルになるとはってところですよね、はいはい、うーん、千葉インターハイ私も見に行きましたよ、あ、本当ですか、はい、うん、いや北海道で暑さ対策したんですけど、はい、クーラーガンガンで、ほう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 、びっくりしたんですよ今そういうとこしっかりしてますもんね、そうです、うん、実際東海大4の人が中学の時の練習とかやっぱすごい厳しかったんですよね、中学の時は、はい、まあ、あの実はあの小学校6年生入る前にめちゃめちゃきついって言われたんですけど、はいはい、うん、なんか僕らが入るときに、はい、なんかそういう走り込みとか全然なくて、ずっとゲームだったんですよ。まあきつい練習ありましたよ、はい。でもそんなロードワークとか一切なくて。うんうんうん、でも6年生の時の中3の時とめっちゃ走り見てるんですよ。バスケ部やべえな、みたいな。ですよね。でも僕ら入ってから、で3年生が引退してから、うん、まあその3年後の全中に向けて、はい、ずっと試合、試合、試合。ゲーム形式の練習ばっかりしましたね。それなんでなのかって今のって聞いたりとかが、まあ3年計画で、はい、お前らたちを育てるために、うん、まあちょっと変えたみたいなのやってますけど、実践経験は、そう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 、ミニバスで基礎ができてるからとか、はい、そういうことですかね、はい、なるほどね、シフトもまあ恵まれてたし、うん、まあ、絶対全中出たいってなってたんで、先生がこの子たちを連れてきたいと、ちょうど北海道だったんで、うん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 、うちらとは聞きましたね、なるほど、なるほど、本当育て方って何が正解か分かんないですね、うん、でも中学校の時はすごい厳しかったですけど、すごい楽しかったかな、うんうん、東海大の方は、はい、東海大の方は地獄ですよね東海大の高校ですか、はい、そうですね、あの人生で一番きつかったのだってこれ全国で出てる学校の中でも相当きついって昔からすごい言われてて、うん、なんだったっけな、昔山中健一選手とか佐藤龍也さんがいた時とか毎日4時間練習の上に外でなんかおんぶして走ったりとか、そんなこともしょっちゅうやらされて、そのおんぶを僕は佐々木睦美先生を背負いながら走る、佐々木先生を背負いながらお前坂ダッシュ落とすなよってずっと言うんです、ムカついて落とすなよとか何回落としやろうかと思って、今でもね、あの気にかけてくださる先生なんで、うーん、まあ、きつかったですね。どうですか、遠征はやっぱり多いですか。遠征多かったですね、東京に出て、まあ、日体と試合したり、まあ、国体の時は、まあ、行く行きました、行く行きたらしいですよ。え、兵庫国体だったんで、あー、それでさ、そうだ、その時期はそうだね、兵庫国体の、はい、野次岐阜国体でしたっけ、野次岐阜国体だったっけ、はい、僕3年の時そうでした、その時に兵庫行ってます、育英で練習試合してます、あー、そうですか、兵庫、当時僕らの時はもう兵庫と言ったら
ね、行く予定だったんで、そうですね、うん、なるほど。あの実際遠征と練習どっちがきついです？練習ですよね。特に一番きつかった練習がやっぱ走り込みとかですね。いや本当に僕走るのすごい苦手で、うん、練習3時間4時間終わった後に外練ってあるんですよ、うん、まあ、日によってメニュー違うんですけど、うん、まあ、フットワークしてから、うん、あのおんぶダッシュして、うんうんうん、その後に、うん、まあ、300m5 本とか、うん、まあ、1500m1 本とか、うん、日によってメンバー あれが違って、うん、もうそれ憂鬱でしょうがなかったです。それは練習終わった後夜に外でやるっていう感じなんですよね。でも東海大は2ブレンじゃないんですよ。え、うん、リブレじゃない、短期集中で、はい、絶対午前中で終わるんですよ練習土日。へー、2ブレは正月しかないです。あ、なんだ、リブレでそういうのやってるのかと思ってたんですけど違うんですか。9時12時でやって、はい、12時半ぐらいから1時間半2時間外で練習して、うん、で終わり、終わり。なるほど、リブレはしない主義なんですかね東海大学は。うーん、全くしなかったです。へー、なんで集中で休憩なしでそれやられたら、うん、余計辛いですね。はい、なるほど、強い足腰とか体とかってそういうところで作られたっていうのも大きいんですかね。そうですね、忍耐力とか、はい、気持ち悪いはそうですね。勝つためにこのぐらいのトレーニングしないと。はい、なるほど、いい思い出です。え、それで東海大は、はい、まあ声かかってというか、まあ、もともと付属っていうのもある、付属高校もあるんですけど、もともと高校2年生の頃にもう行きたいなとは思ってて、うんうん、ちょうどインカレ初優勝した代ですよね、多分西藤さんとか池田優さんとか、うん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 、僕の5つ上あの世代ですよね、はい、見て、で付属高校だし、うん、もう行くしかないだろうと、まあ、ずっと先生には言ってました。もう日本一になるつもりで、はいはい、うんうんうん、で東海大に行かれて、はい、じゃあでも東海大って確か私昔ホームページでいろいろ見たんですけど、はい、必ずあのセレクションを受けなきゃいけない感じなんですよね、はい、あの推薦組はなかったです。あ、推薦組はないんですか、はい、あ、なんか練習の質を落とさないために、はい、なんかもう必ずっていうことは本当にないあるんですけど、うん、僕たちは推薦組だったんで、ああ、はい、そういうことなんですね。じゃあ、まあ、あの寮生活で、寮生活、ちなみにどなたと一緒だったんですか、部屋、一人部屋、一人部屋、一人部屋なんですか、はい、おお、もう1年生からずっと一人部屋、一人部屋、へえ、当時あったシーガラスハウスっていう、はい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 、A チームのスタートしか、うん、まあ当時は入れなかったんですけど、うん、そこで、あ、じゃあそうじゃない人みんな一人暮らしとか、東海大学前に下宿の階層、ああ、なるほど。食事とかはどうなんでしたっけ？その、あの、普通のアパートに食堂があって、寮母さんが作ってくれたりして。おお。朝と晩、昼は学食。夜です。夜はそこで。夜だけそこで。はい。で、朝も、朝は、あの、食堂当番ってあって、はい、1、2年生が食事したとか、まあ、メニューがあるんで、これとこれ作ってっていう、はい、寮母さんが書いたりとか。朝練とかは自由にできる環境だった？そうですね。もう自主性で、ずっと、はい、まあ、やらなきゃいけない環境でした。なるほど。え、東海大は、練習は3時間ぐらい？いや、男子 AB ジョバスがあるんで、はい、だから2時間2時間2時間ぐらいしか使えないですよ。あ、なるほど。その間にラントレーニングだったりウェイトとかあったり、まあ足りないと、はい、自主練で補ったり、平日は本当そうですね、まあ、それだけじゃ足りないから、うん、みんなウェイト行ったり、うんうん、走り込みしたり、うん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 、あ、そういうことですよね。ああ、いや、以前、あの、井上明人選手と一回会って話聞いたことあるんですよ。はい、その時に、はい、東海大ってそんな走り込みしないとか言うから、嘘だろうと思ってて、じゃチームのその合同練習、うん、チーム練習の時にそんなに時間がないから、はい、わざわざフットワークをそんなにやらないっていうだけなんですね。はい、じゃあ、個人的にはみんな外走ったりとか、もうなんか、グラウンドの、
まあ、ラントレーニングはありますけど、はい、そんな長い時間やる、はい、でも夏休みとか冬休みになるともうサンブレのウェイトして走っ練習してまたラントレーニングやったり、合宿とかもすごい辛そうですよね。リカワさんはあのキャラで有名ですけど、あのキャラのままなんですか？まんまです。でもニコニコ笑いながらきつい練習をどんどんやらせるっていう。だから全く怒んないんで。はい、はい。最初、何、もう18歳、何考えてるんだろうって思って。全く怒んないんで。うん。逆にそう思いますよね。はい。でも時間とか、そういう常識ないこと、はい、遅刻とか、はい、例えばミスして走って戻らなかったりして、そういうことに関しては止めてちょっと怒ったりしますね。バスケットのことしか全く怒んない。なるほどね。 逆なんで高校と、まあまあ、大学の先輩後輩、まあ、リクさんと三上先生なんですけど、はいはい、天と地の差なんで最初びっくりしました。これで言っちゃいかんなんですけど。規律は厳しい、 どうなんですか？いや緩かったですよ。上下関係ほぼないんで、東海で。あ、そうなんですか？はい。へぇー。あ、まあまあまあ。いや、最低限のは分かる。最低限の挨拶とか、はい。あ、でも、本当なんか、家族って感じなんで、4年生が一番上のお兄ちゃんで、うん、3番ね、続いてって、まあ4年生も1年生は面倒見てくれるし、上級生がちゃんとしないと、強いチームなんないよっていうリクさんのあれもあったんで、でもすっごい上下関係がなくて、最初驚きました。はいはい、え、先輩とこんな喋るのみたいな。先輩もコーチも全部真逆だったわけですね。なるほど。厳しいあれで言ってたんで、逆に相手にされてないのかなと怖くなりますよね。逆にね。そうか。でなんかあれですよね、これもいろいろ調べたエピソードだと、入学前に怪我されてしまって、最初なんかあんまり思うようにうまくいかなかった時期もあったとかっていうのも聞いたんですけど、あ、もう、うん、こう大学入る前に怪我して、それトレーニングしてて、もう東海大進むって決まってたんで、はいはい、ウインターカップの予選負けて終わってからずっと準備してたら、はい、うんうんうん、まあ足折っちゃって、はいはいはい、でそこから晩年B チームで4年間過ごしました。でもあれですよね、神奈川リーグみたいなやつ、あっちのチームで入ってたんですか？まあ、そうですね、B チームの試合でずっと出てました。リーグ戦も一回も出たことないです。あ、でも4年生の時に A チーム、秋とか、インカレか最後のリーグ戦ぐらいかですか。まあでも、ずっと B で。なるほど。へぇ、やっぱそこが一番辛かった時期ですか、今思うと。そうですね。今思うと、そうですね。まあ、B 落とされたらぶっちゃけ、もう無理だと思ったんで。毎年上手い選手入ってきてますね。はい、そう、後輩もそうですし。B チームじゃもう、まあ、当時で無理だと思って、まあいろいろ悩んだ、どうしよう、まあその悩んだ4年間でしたね。そうですよね。そういう中で進路の方はどういう流れになってたんですか？まあ本当教員になろうと思ってたんで、ああ、そダメだった時に、はい、なんか勉強もして、うんうん、まあでもなんかバスケットもやりたいなと思って、うん、でも全然就職活動もまあ当時はうまくいかず、うんうんうん、まあ、北海道帰ればいいやみたいな、まあ、まあ恩師もいたんで、うんうん、まあいろいろ先生の、まあ、非常勤とか臨任とかそういう話もいただいて、うんうんうん、でもなんかやりたいなって思った時に、はい、まあ小浜さんに声をかけてもらったんで、はい、あ、以下に、そうそうそうですね、ここに行って1年間プレーします。なるほど、なるほど。田中則政っていなかったですか？あ、則さんいました。あ、則さん確か育英、そうなんですよ。則さんと、ま、めちゃめちゃ被ってよくしていただきました。あ、そうですか。はい、育英はたまに年末、最近はちょっと行けてないんですけど、はい、年末によく浜松の高校集まって合宿するんですけど、はいはいはい、そこによく参戦してて、私もそこへ行ったことあるんですけど、はい、則政がよくそこへ顔出してくれましたよ。あ、そうなんですね。
あ、そうか、一回静岡だから顔出しやすいってことですね。そう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 。なるほど。で、この辺からちょっと 3X3 の方の流れがちょっと見えてくる感じですか？うん、まあ、まあまあまあ、そんな感じですね。1回の後に RBC から行って。はい。その時は5対5と。5対5だけ。5対5だけだったんですね。はい。あと、あの、別のサムシティっていうリーグに。あ、そうですね。その時はまだボールも普通のボールで。ボールも、はい、はい。まあ、3x3 もなかったんで、まあ、結構盛り上がってるじゃないですか。ですよね。はい、そっちに3、うん、まあ、3オン3を始めましたね、はい、24歳の時に。で、仕事しながらっていうことですね。アマチュアチームでやって。RBC とかって週にあれですか、3、4回ぐらいやってるんですか、練習。3、4やってます。うん。カーボク同日みたいな。うわ普通の部活と変わんないですね。本当に。夜の7時とか8時ぐらいから、はい、じゃあそのために仕事を早く何が何でも終わらせて。終わらせて。はい。ここ一番大変なとこですよね。いいな、大変やな。よく東京とかで優勝されてましたもんね。そうですね。ね、はい、うん。で、それを何年間ぐらいされてたんですか ?2、3年。24、5、6年。まあ、今でも在籍してるんです。今ちょっと忙しく顔出すんですけど、24歳から、今までずっと在籍はしてます、うん、なるほど。でも RPC って3も3にも出てますよね、途中から2015年とか6年とか、うん、いやそれ私見に行ったことあるんですよ。大田区総合とか優勝してるところとか見たことあるので、はいはいはい、そうですね、その辺からサムシティとその RPC でも3も3出たあたりから、はいはい、だんだんこの3対3の方にどんどん入ってこられたんですよね。そうですね。はい。でも、当時のマネージャーに、はい、いや、タツくん、あの、人数、っていうか、参加チーム、東京予選 3x3 の少ないから出てみないって言われなければ、多分、うん、やってないかなとは。あ、そういう感じか。もう、ぶっちゃけな話。1回目優勝した時の東京予選が3チームしかなかったんですよ。そんな時代があったんですね。はい。で、1チーム RBC に声かかって、うん、で、マネージャーにタツくん出てみないって言われて、うん、で、出るならちゃんと勝とうと思って、うん、あの、今いるダイムの鈴木選手と小松選手、はい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 、はい、一緒に出ようよって声かけて、うん、ちょっとやるからには勝ちたいかなって言ったら、いいよって言ってくれたんで、先輩だと。そっから始まりですね。なるほど。うん、で、のめり込んでっちゃうということなんですね。で、そこで、あれ、RBC で優勝すると、なんか世界にどっか行けるとかありますよね。行けたんですけど、はい、1年目、はい、ピラの制裁があったじゃないですか。はい、ああ、はい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 、ちゃんとプライズでは、3x3 のマスターズの出場権って書いてあったんですけど、制裁で。あ、あれ、行けない行けなかった。あ、フィバ主催だから、あれ。そっか、そっか、そっか。そこでも影響あったんですね、うん、それは完全に私見落としてた。そっか、なるほど。ちゃんと書いてますよ、いけるですよね、うん、いやそれはでもショックですよね、うん、なるほど、すごいと手らしいですよ、まあ、なんでいけないのみたいな、うん、まあ思いますよね、多分そうだろう、なんで事前に分かんなかったのとか、そういうのもありますね、うん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 、そうかそうか、そういうところからということですね、うんうんうん、でその後 RBC からその後どういう感じで進まれてたんでしたっけ、まあ、そこで、はい、まあ、あの3回勝って3連覇されてますよね、はい、で2回目の時に、うん、まあ、プレミア2シーズン目、はい、時に、まあ、岡田さんとね、当時ずっと練習してたんで、うんうん、RBC でオフシーズン、うんうんうん、でダイブ立ち上げてもしてて、うんうん、まあ、入りたいんですけどやってみたいですって言った時に、うん、はい、取ってくれて、なるほど、そっから始まる、なるほどなるほど、でリーフマンエグゼン超えたのは、去年からですね、はい、今2年目なんてことなんですよね、はい、はいはい、それで現在ご活躍されている、はい、ということなんですけど、今あれですよね、このビーフマンとエグゼの中では、まあ、練習日々こうトレーニングしながら、はい、あとはスクール業務にも関われてる、ね、はい、そうですね、はい、うん、
これさっきもちょっと聞いたんですけど、キチさん、あのそのスクールっていうのが、うん、3x3 のボールで、あ、やっぱりそうなんだ。珍しいですよね。珍しい、うん、ちょっとちっちゃいんだよね。6号で重さは7号っていうやつですよね。うーん、なるほど。男子からすると重さ同じだけどちっちゃくなって、女子の方はむしろボールが一方的に重くなったっていうことになるわけですけど、もうがっちり 3x3 の選手を育成してるんですか？そうですね、あの5人制は、ね、他に、ね、スクールだったりあると思うんですけど、せっかく、まあ、私と前田選手が 3x3 の選手なんで、はい、3x3 を教えるスクール、はいはい、まあ、それが5人制にもつながると思うんで、結構、そうですよね、誰でもドリブル、パス、リバウンド、もできないと、ね、いけないスポーツだから、そうですね、センターはセンター、ガードはガードじゃなくて、はい、そういうオールラウンドに、な選手になるように、はい、あの育成しますね。なるほど。はい、で、その教育を受ける子どもたちも 3x3 を目指してるっていう感じですか？あ、まあ、どっちでも、まあ、どっちでも B リーグでも、まあ、中学生なんで、はい、まあ、選ぶ選択肢は今増えてるんで 3x3 やるのか、はいはい、まあ、B リーグ、はい、まあ、強豪校を狙うのか、はいはい、へえ。私そういう、教室っていうのは他にも聞いたことはありますか？僕はちょっと聞いたの初めてなんですけど、珍しいですよね。珍しい、はい、ね、まあ、珍しいことしないと、そうですね、そういうところも、まあ、一つ魅力だと思いますけどね。うん、確かに、うん、だから自分でトレーニングしながら、まあ、こう育てるっていう業務も、まあ、されてるっていうことなんですよね。なるほど。で、あと忘れちゃいけないのがその2018年に、まあ、新生のFIBAのアジアカップなので、銅メダルをね獲得されてるんですね。素晴らしい。だから本当に日本を代表する選手になられてるっていうことなんですよね。だからこうやって選手を育てて 3x3 を広めつつ、ご自分自身でもねさらに上を目指して今頑張ってらっしゃるっていうことなんですよね。実際そういうバスケ中心の生活ですけど、オフの過ごし方とかバスケ以外の趣味とかはお分かりになるんですか？一言で言うと全く趣味ないし、すみません、音楽も全く聴かないですし、本も読まないし、趣味トレーニングみたいな。欲しい人もいるんですかね。まあでも、あの息子いるんで、お子さんがね、まあ、唯一の休みの日は一緒に過ごすようには、まあ、なかなか忙しくてね、朝しか会えない時もあるんですけど、休みの日は家族で、あれもうボールはつけるぐらいの年齢にはまだなってないですか、お子さんは？まだ2歳と、まあ、今年3歳になるんで、でもなんか、ね、はい、ダンクしたいって言われますけど、おいや届かないよパパって、あの3メーターもう手伸ばしてやってって言われますけど、まあバスケットっていうね、あれを認識してるんで、まあ、バスケ家族ですもんね。そうですね。そっか、まあそういう過ごし方を普段はされてるということですよね。はい、なるほど。実際トレーニング、ジムとかそういうところで器具使った感じのと、ボール使ったもう、はい、まあスキルのトレーニングだったり、まあウェイトトレーニング、まあ違う場所行ったり、はい、まあ仲間内で、はい、はい、やったり、まあ教えてもらったことの復習をして、また次行く時に、はい、できるように、まあ、数値も見られてるんで、スピードとそういう数値も取られてるんで、まあ、1週間以内に何回かウェイトして、またそれの数値をクリアできるように、そういう目標もあるんで、なるほど。じゃあ相当本格的にやれてますよね。そうですね。でも走り込みとかどうされてるんですかね、皆さん。部活見たりみんなでこう走るとかだったり、で、1人だとなかなかこう頑張りにくいとかありますよね。まあでも走ってます。あれすごいですね。へえ。ただ長く走るランニングとかじゃなくて、やっぱりこうダッシュを繰り返す感じじゃないとね、メニュー変えたり、そうですね、
なんかみんな嫌だって言われるんですけど、うん、チームのみんなにはやろうって。でも本当に上手くなりたいと思ったらこのストイックさってのはやっぱね見習わないといけないですよ。うん、確かに。ちなみに場所とかはなんかこだわりとかあります？全くない、はい、あれ普段あれですよね、場所のそのこだわりみたいなものとしてこう普段体育館の中で使うやつと、はい、スリックスで使うシューズの質自体はもう全然違うタイプのものを使ってます。同じなんですけど、はい、3対3とかで使うときは、はい、クリアソールでないものにはします。ああなるほどね、はい、そうですよね。すいません、クリアソールってどんなものなんですか？あの透明な、透明な、なんかはははは、エアジョーダンとか割とそういう感じですね。それはどうしてあんまり良くないですか？滑るんですか？へえ。意外に気にしない人は気にしないんですけど、うんうんうん、僕は一回さ、まあ、そういう場所で滑ったんで、うんうん、はい、まあ、そのクリアソールのバッシュは履かないようにはします。それ以外は別に。へえ。私もこの前ふとある場所の屋上にあるコートでちょっとバスケやったんですけど、うん、普段履いてるバッシュやったら怖いっすよね。うんうんうん、そうだ、あの恐怖感もよくあんなスピンだなんだとかみんなできるなと思ってまあ慣れっていうのもあるんだと思うんですけどね。あとフロアも大体こう特設のコートになるんですよね。はい、スポーツコートになりますね。スポーツコートで、はい、それはその時のためだけに特設されるわけですか？はい、もう一回お願いします。その大会とかの時のためだけに特設コートみたいなのを設営されるんですよね。そうですね、 3X はそうですね、特設コート、はい、でもいろんな場所で気軽にできるスポーツなんで。なるほど、はい、でフロアのコンディションって場所によって変わったりするんですか？それともなんかいつも引かれるマットっていうのは決まってて、なんかこう、はい、コンディションは一緒なんですか？いや全く違います。違うんですか？ボコボコしたり、はい、まあちょっと傾斜だったり。傾斜、まあ、ありますよ、あります、あります。危な、はい、この前の、まあ、焼津も、はもう、まあ、風もすごいですし、うん、まあ、韓国プレミアに参戦した時も、うん、はい、あのちょっと芝生の上に引いてあったんで、うん、あのボコボコしてましたね。あの、うん、バウンドパスが変な方向に伸びたり、はい、過酷な環境だな。それが 3X の醍醐味じゃないですか。私この前応援テレビで焼津のは見たんですけど、もうバック見たら旗みたいなのがバタ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 してて、うん、あの準決勝かなんか、ね、ちょっと残念でしたけど、うん、もう3届いてなかったよ、うん、おかしかったですよね、明らかに、うん、風に苦戦しました。へえ、3届かないやつがありましたもんね、うん、あれはまたすごいなと思って。すごいなそれ、本当に事前の作戦と当日その場でちょっとこうしようっていう、はい、しかもコーチがねその場で指示出せないから、はい、自分たちで判断してやんなきゃいけないんですよね、はい、まあ、例えば風ある時だったら、うん、まあ、例えば1点中心、うん、まあ、例えば大きい選手がいたら大きい選手に集めて、うん、はい、1点取ってきてもらうような、うん、まあ、戦法もありますよね。へえ、そう考えるとこの前の大森ベルフォートとか、はい、ファイナルが行われる六本木は比較的そういうのはない。まあほぼ比較的ないですよね。うん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 、そういうところがやりやすい。うんうん、まあ風ない方が、まあ外でもロケーションいいところはいいんで、うんうん、やりたいんですけど、うんうん、風が、うんうん、ね、そうですね、苦戦しますよ、うん、あと野呂選手、そのはい、もし、まあ、経験が終わりだったらぜひ聞きたいんですけど、はい、風は外でやるんで、まあ、ある程度ね予想はできるかもしれないんですけど、はい、その真冬の風とかもあるんですか？はい、真冬とどうなるんですか？真冬、あの真冬の風でも僕らあの B コートで練習しますよ。ああそうなんですか。ゲームはどうですか？やってますよ。真冬の風の日にあるんですか？やっぱりはい、手がもうすごいですよ。そうですよね、体育館でもやっぱ寒いなと思う時あるんですけど、あれに風が吹きさんと、はい、やっぱあるんだ。次ストーブの前に行きます。ああ、うん、そうですね。なるほど。あと乾燥で手切れやすくなりますよ。
あずっと外で練習してるんで、すごいな、まあ、真夏も真冬も大変ですよ、この前の平安神宮とかもめちゃくちゃ暑そうでしたね。めちゃくちゃ暑かったですね。そっか。で今度、9月の2週目か、にファイナル、デイワンに、はい、ちょっと優勝できなかったんで1日目から参戦という形になりましたけど、あ、優勝すると、はい、カンファレンス優勝で、でもういきなりデイ2から出れるっていう、ファイナルからいきなり出れる、はい、じゃあデイ1は土曜日の方はセミファイナルみたいな扱いなんですか。セミファイナルというか何て言うんだろう、1個前の、まあ、各地区の2位とワイルドカードで、はい、ファイナルに行ける4枠を争う、4枠を争う、はい、だから準決勝まで行かないといけない、なるほどなるほど、去年と一緒です。なるほどなるほど、強敵いっぱいいますよね。あれでも優勝したのがダイムだったから、この前だから、あれクレヨンとかも、クレヨンもデイ2、デイ1から出てくるんですよね。うわ、ライバル多いですね。でもその辺とは違うところからで当たるとしたら決勝か準決だから、まあ一緒にファイナルいける可能性は高いっていうことなんですね。いやー、でもこれはねレベル高いですよ。そっか、じゃあそれで優勝を狙うと、もちろんいうことですよね。はい、そのために肉体改造にして、はい、で他にもね荒川選手とかいろんなこう面白い選手いっぱいいるんで、はい、まあ、ぜひねブーフマンの試合をこう、関東の方は特に近いんでね、はい、ぜひ見に来ていただきたいですし、私はもう当然その土日両方とも休み選手してるんで、もう当然応援に行かせていただきますけど、あとこうどうですか 3x3 のこう魅力とか醍醐味とか、はい、ちょっとまだねその SNS とかでは見てるけどね、はい、実際に行ったことない人とかにこう伝えたいこととかありますか。はい、3x3 ってあの選手とお客さんがやっぱ近い距離にいるんで、一緒に盛り上がれるスポーツだと思うんですね。コートで話してる声だったり、まあ、フィジカルコンタクトで外国人選手とミスマッチになってる時にも体の当たり合いとか、まあ、そういうのを5人制より間近で見れるんで、やっぱり初めて見に来てくださった人たちには迫力すごくて面白いって言ってくださるんで、やっぱり現場に一度来ていただいて見てほしいですね。はい、そうですよね。で割と本当に近くに見れるし、ね、目の前選手普通に歩いてますからね。で本当私も見に行ってハマっちゃったし、一回ね前も話しましたけど本当のルールである場所でやらせてもらってから本当に面白いし奥が深いなと思って今注目してるんで、ぜひねちょっと 3X もこれ盛り上がっていってほしいし、なんかもう今オリンピック競技ってことでやっぱりかなりねこうメジャーになってきてる印象あるんですけど、これからずっと続いていってほしいなって本当思いますよね。そうですね。あとはもう頑張ってこう代表入りしていただきたいんですけど、いや本当にね、はい、来年ですもんね、はい、これオリンピックの代表になるためのなんかポイント数のこととかなんかいろいろ載ってましたもんね。そうですね、トップ10に入るのと、もしくは50以内と、5万4000ポイント以上が条件ですね。まあこういった時にねちょっとね、まあ、いっぱいよりは上がりにくいところあるんですけども、まあ、一言で言えば射程距離にいると思うので、もうこういった大会一つ一つね、もう優勝してもらって、ぜひ ね代表入りしていただいて、はいはい、ね、メダル獲得に向けて、日本のレベル高いですね。高いですね。高いですよね。女子なんかもなんかよくね優勝したりとかしてましたしね。はい、そうですね。実際アジアの中の強豪国ってどの辺なんですか。モンゴルです。あ、モンゴル。はい、モンゴルの。オーストラリア。オーストラリアすごいですね。オーストラリアすごかったです。モンゴルもフィジカルがすごいですし。今はそうですね。ロシアじゃないすいません。あのモンゴルとオーストラリア。強豪国だと。なるほど、なんだ。世界で。あと中国。あ、中国。中国もすごい力入れてるんで、セルビアのチームと一緒に合宿したり。バスケ強豪国のセルビアと合宿したり。そういう話も聞くんで、すっごい強くなってます、中国。
で世界であと他に強いのがアメリカ以外にはやっぱアルゼンチンとかあの辺どうなんですかね。あんま聞かないですね。そっちあんま聞かないですね、やっぱ、うん、ヨーロッパの方ですよね、うん、やっぱりセルビア、セルビア、スロベニア、うんうん、ラトビア、ラトビア、そうですよね、あそこら辺いつも出てきてますよね、うん、なるほど。その辺との差ってどうですか、日本とガチでそんなにやってて差は感じない、これもうちょいでいけるんじゃないかっていう感じがあります。もう、もうちょいの部分もありますけど、あの人たちコンスタントの結果出すんで、あ、うん、世界転戦ずっとやってて、うんうん、まあ、一個一個のプレーの質と決定力も全然違います。流れるように、ね、作業を行うんで、まあ、パス、ドリブル、あ、それは思いました。パススピードが速いですよね、はい、うん、スリーも全員やってくるし、はい、なるほど、はい、ノーサンスリーは得意なんですか。そうですね、うん、はい、今はじゃあスリーとインサル両方できる、はい、もう天候に左右されず、はい、どっちもやれちゃうよということで、はいはい、ここからちょっと頑張っていただいてっていうことですよね。はい、なんか体調の方から質問ありますか。野呂さんってすごくこう、はい、まあ、ビデオムービー見たり写真見たりすっごいイケメンなんですけど、はい、他こうオファーかかったりしないですか。こう雑誌に出てくださいとか募集中ですってことにしてください。ああそうですか。いや絶対あるやろうなと思いながら。でも、うん、大丈夫ですか、ブランドの名前とか言っても。あ、大丈夫ですよ。一応アーチっていう、ね、アパレルブランドのね、はい、一緒にビーフマンにいる高島選手と私と、ええ、あとクレヨンのセオン、エディ選手と、ええ、エベスさんの藤坂総一郎選手と一緒にモデルやって、はいはいはい、そういうのはやってますね。あ、なるほど。あとはマクダビット、あ、マクダビットね、はい、あと専属で契約させていただいたり、ね、ああそうですか、はい、ハリソン・バーンズの上になんか今ホームページになってますけど、全然下でいいですね。ありがたいですね、でもそうやって、くださる方がたくさんいるんで。そうですね、これからいろいろな、ね、うん、メディアとかそういう媒体に出たいなと思ってる。おすすめですってことにしてる。わかりました。多分これから増えていくるんじゃないかと思いますね。素晴らしい。うん、じゃあちょっとこの辺ということにしましょうかね。ちょっとね、したいこともまたどんどん出てくるかもしれませんけど、またあればですね、いろいろと質問なんかもさせていただいて、まあ、またラジオの中でちょっとね、発表させていただけたりできたらいいなと私も思ってるんですけど。そうですね、これも ご縁ですし、はい、野呂達人選手追跡しますよ、バスケットークラジオ。またよろしくお願いします。ぜひ1回飛ぶやつにまた、定期的にでもぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。これ最後に付け加えるとあれですよね、今回そのファイナルはプレミアの方ではあるんですけど、はい、それ以降もいろいろあるんですよね。そうですね、一応プレミアは来週で終わって、その以降はジャパンツアーだったりいろいろな大会あるんで、うん、全国いろんなところで ね、はい、でね、会場になるので、はい、別に首都圏じゃない方も野呂選手のプレーを直接見るチャンスっていうのは絶対あると思うので、はい、まあ、ぜひということで、うんうん、ね、バスケットオクラジオのことも今後押させていただきたいと思います。ありがとうございます。いいですね、うん、ありがとうございました。はい、はい、じゃあそんなところで、はい、はい、本日もお送りしましたのは、じゃあ岸と野吉と野呂達人です。ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。